皆様、こんにちは。政治アンターティメントニュースに関するジャネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。写真拡大12月4日放送のフジテレビ系の音楽番組 FNS 歌謡祭第1夜。スタートして間もなく番組なが トレンドは、出演者たちの歌を聴きながらツイートする人が多く、見られた。中山美穂に、新恋人八角アラフィフ、肉食熟女の本気度はシーナリンゴや久保田俊信、デーモンカッ牧原孝之に、郷ひろみ、三浦春馬に、ケヤキシッ46にアリス。 幅広い年齢層が楽しめるような豪華出演者で、家族揃って見てるなんて声もネット上には見られた。今年も第一、第二夜と分かれており、よくまあ、これだけのミュージシャンが集まったものだと感心するような面々が揃っています。紅白よりずっと楽しいという声もあるようですね。 最新曲と過去のヒット曲がうまく入り混じってるのと、持ち歌だけ他人の歌を歌う趣向も人気の秘密でしょう。音楽者編集者もはや年末の風物詩となった感のある FNS 歌謡さん。特に第一夜で聞き惚れてしまうなんて綺麗な歌声なの。と絶賛コメントが多かったのが、 女優の薬師丸ひろ子55の歌声。薬師丸中島みゆきの名曲、時代と自らのヒット曲であるメインテーマを歌った。メインテーマは物語性のある歌詞なのですが、薬師丸さんが歌い出すと、その世界観がパーッと目の前に広がってくるようでした。 伸びやかで透明感ある声、抜群の表現力は、多くの視聴者に感動を与えたようです。芸能ライターのエリザベス松本氏薬師丸が、絶賛される一方で、割りを食ってしまった人も、薬師丸の前に、持ち歌である、色、ホワイトブレンドを歌った女優の中山美穂、49、である、 声が出ていなかった中山さんに視聴者はボイトレしてから来て欲しかったなどと手厳しいコメントを多く残しています。その後の薬師丸さんが素晴らしかっただけに比べてしまう人が続出した。ずっと歌い続けている薬師丸さんと長年歌を休んでいた中山さんを比べるのさすがに 酷な話だと思いますが、エリザベス松本市中山はデビュー35周年イヤーを迎えるにあたり、今年6月から本格的に音楽活動を再開。来年3月にはソロコンサートも開催予定である。そのため歌番組にも積極的に出演しており、 FNS 歌謡祭の他に、7日放送の NHK、ソングスにも出演。自身のヒット曲である、色、ホワイトブレンド、ユーリーメイリシャインインスター、そして、20年ぶりの新曲、時計層の3曲を披露した。ソングスは、生放送でないにもかかわらず、中山さんはやはり声が出ていなかった。 震える小さな声で、途切れ途切れに歌う様子に、歌ってるの喋る中山美穂の声の出て、なさに忖度して、バックコーラスまで凍え、これで、コンサートとか、大丈夫など、不安の声が紛失。見ていられないと、チャンネルを変えた人も多かったようです。前室の音楽史編。